スキー場の楽しみはスキーやスノーボードだけではありません。年々進化するゲレンデの食事、通称ゲレ食の今シーズンのチャンピオンが決まりました。はみ出るベーコンに何層にも重ねられたハンバーガー。志賀高原プリンスホテル東館メインダイニングで販売されている焼けびたいビッグバーガー。8回目となるゲレ食バトルで県内22のスキー場レストランからエントリーされた41品の頂点に輝きました。もう少しボリューム感したかったんですけど、やっぱしどうしてもこう倒れてきてしまいますので、ダイナミックさを売りにして作っております、はい、パテには山の内町の酒蔵の酒粕と中野市の味噌を入れて奥深い味わいに。肉厚な椎茸も味を引き立てます。雄大な焼けびたい山をイメージしたこのハンバーガー、今日は真っ白ですけど、ボリューミーです。外国人観光客に食べてもらうことをイメージし、見た目のインパクトにもこだわりました。今シーズンはコロナ禍前の水準に戻り、特にオーストラリアからの客が増えているといいます。ボリューム感と、はい、食べ応えのある内容にしたくて、全体的に大きいサイズになっております。はい、栄冠に輝いたハンバーガーは4月まで1日20食限定で提供しています。